え今日はですね、とまあ、もしあなたのビジネスでですね、こうまあ、クレームですね、お客さんの方からちょっとですね、こうまあ、ネガティブなあ指摘が入るような、クレームが入るような状態に対する、この動画の活用方法についてお話をします。えー、これもあ,あるデパートの事例だったんですけど、まあ、お店のまあ安全面に対するクレーム、なんかちょっとまあ なんだろうなこうお客さんが買い物してるとデパートなのにまあなんか危険を感じるようなことがあったとでまあでとは言っても従業員さんがもうすごい数いますのでそこに対して職場の安全の意識強化するためにですねこう まあ研修するって言っても、ま、現実的じゃないですよね。数がすごく多いっていうところで。えー、なので、ま、そのために、ま、動画を使ったね。えー、ま、みんなの、ま、デバイス、スマホとかでね、自分で見てもらえるマイクロラーニングっていうことを、え、取り入れた、あそうです。結果ですね、まあ41、41%お客さんからの、ま、クレームを減らすことに成功して、えー、ま、コスト的にもですね、こう、1100万円のコスト削減が、ま、できた。 ああまあ、そんな風うな事例ですね。これはまあ、ちょっとですね、全体の状況をお伝えすると、まあ、何かお客さんので、こう、危険を感じるものがすごく多かったと。で、それはやっぱ原因としては、こう、まあ、従業員さんが、その安全意識っていうところは少しかけていて、まあ、あれ雑になってたのかな。まあ、そんな状態だったようです。それをですね、まあ、強化しないといけない。でも、強化しようと思っても、やっぱりなかなかですね、こう、なんていうのかな。 えー、大きな組織ですので、一人一人に言うことってできない、えー。ということで、まあ今回の事例はですね、結構、まあ従業員さんの数が、こう、結構、なんだろうな、えー、ちょっと一回研修やればいいってわけじゃなくて、まあ20人、30人とかじゃなくて、つまり、まあ20人、30人でもまあやった方がいいんですけど、まあ大量にいてですね、そのまあ安全管理、危機管理とかっていう部分でですね、こう、意識向上だったりとか、みんなの認識を 統一するだったり、えー、そんなことに使える、そんなアイディアですね。なので、まあ、ちょっと、なんか、ネガティブな要因が店舗で出るようになった。ビジネスで出てくるようになった。えー、で、それはやっぱり結婚、基本的にはやっぱり意識の問題。えー、っていうのがですね、やっぱお客さん、えー、僕らもですね、ビジネスでですね、お客さんとして見るとすごく嫌だなと思うのに、自分ではついついやっちゃうと。 僕はね、この、どうしてもすごい気になるのが、あの、イタリアンの店とかでですね、味見をですね、スプーンでして、そのスプーンを何回も使ってるっていう、なんかオープンキッチンの時、これすげえ嫌なんですね。あの、見たことあるんですけど、でもこれって別に悪気やってやってるわけじゃなくて、まあまあ、でもそれって事実的に言うと、あの、多分、どこでもやってるから、多分外食行ったらそれぐらい我慢せやってことだと思うんですけど、味見を、まあでも見てるか見てないか結構違うと。まあまあ、まあ、そんな感じでですね、こうなんだろう。 店側としては、標準的、いつも何の危険もか何、の何の悪気もないような行為なんだけれども、お客さんから見ると少し違和感があったりとか、少しネガティブに感じられたりするようなことって、まあ、少なくないですよね、ビジネスやってる。で、その上でですね、まあ、それを、なんで、これは全体意識の共通、認識の共有ですよね、共通認識を持っていくっていう、共通認識をま育成していくっていう行為になっていくので、 やっぱりこう全社的にやっていかないといけない。で、そうなってきたときにやっぱり一人一人にやる時間も当然ないですしえ、研修を何回もやってるとそれをやってるうちにやっぱりいろんなところで情報の阻害が起きたりとかね、いろいろ起きやすいっていうことで、これはまあ一気に、まあたくさんの人たちに、まあもう正直これ100人もなれば多分もう研修でやるのってほぼ限界があるじゃないですか。だからたくさんの人にも共通認識として意識をまあ共通で持っていくっていうところにですね、まあマイクロラーニングすごく効果的だったようです。えー、というところで、まあやったことはですね、 意識、安全に対する共通認識を、まあ。 強化するためのマイクロラーニング実施だから何か技能を習得するっていうことだけに使えるわけじゃなくて認識を共有していく、まあ、社内のルールだったりとか、まあ、カルチャーの共有でもいいですだからその社内全体で認識意識を共有同じ意識レベルにしていくためにマイクロラーニングを使うとすごくですね、えー、効果的です。えー、実際やったらどうなってくるかっていうと、まあ、結果に、えー、バウンドしたとか結果に出てですね、えー、クレームっていうのはもう41%を実際に減って、まあ、コスト的にも 今まで多分これ研修やってたりだったりとか、まあ、何かその実際危険なことがあって何かその人が出てたのかもしれないですけれどもコスト的にもメリットがあったっていうところだそうです。ということでこう今日はですねマイクロラーニングの使い道なんですけれども、えー、一つですねこう全社で共通認識としてみんなが共通認識として持っておかないといけないようなもの、まあ、例えばビジネスで言うと、まあ、例えば理念だったりっていうのも共通認識ですし、えー、こうなんだろうなやっぱり共通認識を持っておかないといけない なのでそういうですね、まあ、文化の共有理念の共有だったり、えー、何が良くて何が悪いとか、えー、クオリティの共通認識だったりとかこういうですね共通認識を全体化するための ツールとしししてててやり方としてマイクロラーニングがすごく成果を出していますぜひあなたのビジネスでも検討してみてみくださいといとう感じですね、こんな感じでこれからもこのマイクロラーニングだったりとか、今まで人でやってた仕事を動画に変えて、一人当たり生産性上げたりとか、利益率上げたりとか、一人当たり売上高上げたりとか、あるいはクレーム減らしたりとか、リスク減らしたりとか、事故を未然に防いだりとか、まあ、そんなことをする方法についてこれからも話をしていきますので、ぜひですね、チャンネル登録して、 これからも、まあ、毎日、できる限りですね、たくさん上げていきますので、チェックしてみてもらえると嬉しいです。じゃあ今日はこれで終わります。